あら、ごめんなさい。ここに置いてあったから、てっきり使っていいものだと思ったのよね。義母は、初化粧に派手な格好で、ブランド物のバッグが入った大きな紙袋を持っていた。ここに300万置いてましたよね。それ全部使っちゃったんですか？確かに私は、このテーブルの上に300万の入った袋を置いていた。今まで15年間、必死に働いてコツコツと貯めたお金。夫と一緒に少しずつ生活を切り詰めて貯めていた300万。もしかして、その紙袋。ええ、おかげで大好きなバッグに財布、香水まで買っちゃったわ。でも、あれ使っちゃいけなかったの？悪かったわね。悪気はなかったのよ。義母は、すっからかんになった封筒だけを私に返した。この300万。私はこの後、この300万を貯めていた理由を義母に伝えた。義母はそれを聞き、凍りついた。そして、買ってきたブランドバッグなどが入った紙袋から手を外し、ふらふらと部屋に帰っていった。私の名前はマチコ、市内の市役所に勤めている。私はずっと住民課に配属されていて、その時に出会ったのが夫のルイ。彼は清掃課の公務員で、ゴミ収集員をやっていた。市役所の忘年会で、私はルイと一緒にお酒を酌み交わしている間に意気投合し、お付き合いに発展した。私は結婚したら専業主婦もいいな、なんて思っていたけれど、いつか自分たちの家を持ちたいという夢があり、少しでも貯金を増やしたい。そのために共働きを選び、私たちはしばらく義実家のところでお世話になることになった。夫の義父は数年前に脳梗塞で倒れ、右半身が不随。それに伴い、長期間の寝たきり生活のため、軽い認知症の症状が出始めていた。義母は私が嫁に来るまでは一人で義父の面倒を見ていた。ただ、義父は義母のことをどうしてもヘルパーさんだと認識しており、ヘルパーさん、今日もありがとうね。なんて義母に声をかけていた。義母は必死に耐えて介護をしていたという。私たちが同居の話を持ちかけた時は、部屋も余ってるし、大歓迎よ。嬉しいわ。と言って喜んでくれていた。その時は、優しそうな義母だな。同居してもうまくいきそうだ。なんて思っていたが、大間違いだった。同居を始めるなり義母は、ああ、これでお父さんの介護から解放されるわ。マチコさん、家事と介護よろしくね。え、でも、私は仕事も続けるつもりなので、家事と介護すべてをすることは難しいと思います。少し分担しませんか？何言ってるのよ。何のために同居を OK したと思ってるの？何のためって、私はルイさんの妻としてここに来ました。家事や介護をしに来たんじゃありません。お金を貯めてマイホームを建てる夢にはお母さんも賛成してくださったじゃないですか。そりゃ、マイホームを建てたいっていうのはルイの夢だからね。でもこの家にいるからにはしっかりと家事と介護をしてもらうよ。嫌ならすぐに出て行っておくれ。私だって同居するからには家事も介護も手伝うつもりでいる。しかし、こうも全てを押し付けられると私には仕事もあり体が持たない。しかし、貯金をするために、こうして住まわせてもらってる身であることは確かだ。義母の指示に従わないということは許されない。私は仕事から帰ると、すぐに掃除洗濯、食事の用意、そして義父のトイレ介助に食事介助。辛かったが、私は必死で毎日を過ごしていた。私は、すべての家事を押し付けられても、介護をすべて任されても、期間限定だから、マイホームのため、と思って耐えた。そう思うと耐えられた。それに、今まで義母が一人で全てを背負ってきたんだと思うと、少しは休ませてあげたいという情も生まれていたのは確かだ。しかしある日のこと、私がゴミ出しをしようと外に出ようとすると、義母が近所の方と立ち話をしているのが聞こえた。息子って嫌ね。嫁ができたら嫁の味方ばかり。なんだか気分が悪いから、せめて使ってやろうと思って、お父さんの面倒も全部させてるの。そしたら、お父さんまでも嫁の言うことは聞いてね。もう悔しいったらありゃしない。早く出て行ってもらいたいわ。お父さんも連れてね。そう甲高い声で笑っている。私は愕然とした。義母は私のことが気に入らなくて、すべてを押し付けていたのだ。そんな義母に、一時だったとしても情を抱いていた私は虚しい。義母は私だけでなく、私に味方する夫、そして義父も追い出して、一人で暮らしたいと周りの人たちに漏らしていた。私は家に戻り、義父の食事の介護を始めた。まちこさんはルイのお嫁さんだね。いい人に来てもらったね。と、ニコニコしながら私の差し出すスプーンに口を持ってくる。まちこさん、もう仕事の時間だよ。早く行っておいで。え、お父さんはそこまでしっかりしてるのに、お母さんのことはわからないんですね。いいですよ。食事最後までお相手します。会社はそれからで間に合いますよ。いいのかい？ありがとう。義父は私のことをすごく理解してくれて、私の仕事のことや体のことも心配してくれる。それなのに義母のことは理解できない。義母が同じように食事を与えようものなら、いらないと言ってぷいと向こうを向いてしまうのだ。今まではそんな義母が気の毒だと思っていたけれど、今朝の近所の人との立ち話を耳にしてしまった今、いい気味だと思っている自分がいる。私は義父の食事が終わるとすぐに会社に向かった。今では職場が唯一の息抜きの場かもしれない。こき使われることもないし、職場で同期のメイちゃんが私の鬱憤の吐き口となってくれている。メイちゃんは市役所の高齢者福祉課に配属されている。私の大学からの友達だ。いつもお昼休みはメイちゃんと一緒に昼食を食べる。どうしたの、まちこ。今日はいつも以上に疲れてそうだけど。そうなのよ。今朝嫌なことを聞いちゃってさ。また姑さん？うん。全部家事を押し付けて、介護も押し付けてるのは、夫や義母が私の味方をするかららしいの。まあ、男の子の親はいつまでも自分の息子が彼氏だって言うからね。でもね、お母さんはそういうわけでもなくて、早く私たち夫婦にも義父にも出て行ってほしいみたい。一人で羽伸ばしたいわけね。私たちはマイホームを建てて、いつか義実家を出ていく予定だけど、義父は残されるわけでしょ。あの義母とうまくいくとは思えないんだよね。なるほどね。早く貯金貯めなきゃだね。ルイ君には言ってるの？夫に言って、また夫が私の味方したら、義母は怒るでしょ。でも、夫が義母に味方されても嫌だし。で、結局言えてない。義父にはついつい漏らしちゃうんだけどね。全部を理解できるわけじゃないからさ。ついつい義母のこと話しちゃう。それくらいいいんじゃない？お父さん何か言ってる？うん。やっぱりよくわからないみたい。いつもニコニコしてるよ。そっか。義父を置いていくのが心配なんだったら、いい方法があるよ。私はメイの提案を聞き、どうしてそれに早く気づかなかったのだろうか、と思った。私は夫にメイの提案を伝えた。夫は、いい考えだね、と言ってくれて、そのためにはまたお金が必要だから、私たちはマイホーム貯金とは別に新しい貯金を始めた。それから15年が経った。私の生活は何も変わっていない。朝早くに起きて、家事をし、ゴミ出しをしたら、次は義父の介護、そして仕事、帰ってから家事。その合間合間に義母の嫌味を聞きながら、そんな生活がずっと続いていた。15年というのは、毎日毎日家事と仕事と介護に追われる私にとって、長いようで短い期間だった。その間、義母は全く家事をせずに、あちこちに遊び回るようになり、厚化粧をして、派手な格好をして、いつもどこかに繰り出し遊んでいた。夫が、母さん、いい歳なんだから、もう少し身なりも落ち着いてよ。かっこ悪いよ。と言おうものなら。うるさいわね。いいでしょ？私は余生を楽しみたいのよ。今まであんたの育児とお父さんの世話で縛られてたんだから、これくらい遊んでも罰当たらないでしょ。そう言って、今からゲートボール仲間と飲み会なの。まちこさん、お夕食はいらないから。と家を出て行った。私は夫と顔を見合わせた。本当に遊びまくってしまって困った人だ。でもこの機会に2人で話し合う時間ができた。ようやくここまで来たな。夫は通帳を見ながら話し始めた。うん、15年かかったね。マチコには感謝してる。家事も仕事も父さんの介護も全部やってきてくれたんだからな。本当にありがとう。マチコのおかげで夢が実現できそうだ。私たちはようやくマイホームを買えるだけのお金を貯めることができた。もうマイホームの目星もついていて、あとはそれに向けて準備をするだけ。私はもう一つ通帳を持ってきた。こっちもようやく300万貯まったわ。そうか、これが一番いい方法だな。明日、メイがうちに来てくれることになってるの。その時にお金を払おうと思ってるから、引き出してくるわ。大金だから、どこかで落とさないようにな。当たり前よ。15年の成果だもの。抱えて帰ってくるわよ。私は次の日銀行に行って、その通帳を解約し、現金化して帰ってきた。封筒に300万の札束。ちょっと緊張する。私が帰ると、義母はどこかに行く様子でメイクをしていた。私は岐阜から、まちこさん、トイレに行きたいのだが、と声をかけられ、私はテーブルに300万の封筒を置いて、ひとまず急いでトイレ介助に行った。お父さんごめんなさいね。トイレを我慢させてしまって。お父さん、今日お金を下ろしてきましたよ。これでお父さんのご希望通りです。でも、後悔はないですか？今ならまだ間に合いますよ。まちこさん、いつもありがとう。これは私が望んでいたことだよ。わかりました。今日手続きしますね。義父はニコニコしていた。私はリビングに戻った。あの300万、ちゃんと直さなきゃ。しかし、私がリビングに帰った時、そこに300万がなかったのだ。え？私は帰ってきてからの自分の行動を考え直した。確かにここに置いたはず。テーブルの下もくまなく探す。しかし、そんなものは落ちてなんかいない。私は冷や汗が出た。15年もかけて貯めてきたお金がなくなってしまった。嘘。私は岐阜の周りも探した。もしかしたら帰ってきて、岐阜にトイレ介助に呼ばれ、持って行ってしまったのかもしれない。しかし、そこに300万はない。岐阜も、ここには持ってきてないと思うよ。と言っていた。やっぱりリビングだ。ここに置いたはず。どうしよう。私どうしたらいいの？私は膝から崩れ落ちた。そこに夫が帰ってきた。夫も今日はメイが来るということで早退してきたのだ。用意できてる？それがね、ここに300万置いてお父さんのトイレ介助に行ったの。その間に300万が消えたの。え？そんなことあるわけないじゃないか。ここに置いたんだろう。金に足がついてるわけでもあるまいし。あ、もしかして、お母さん。え、母さんがいたの？いや、憶測だからあまりなことは言えないんだけど、あの時お母さん、外出の準備をしていたの。で、私が介助から帰ってきたら、お母さんもいないから。母さんがもしかして、持って行った。そんな風に考えたくはないわ。けど、そうとしか。私が焦りまくっている時に義母が帰ってきた。ただいま。あら？二人揃ってどうしたの？義母は厚化粧に派手な格好で、ブランド物のバッグが入った大きな紙袋を持っていた。お母さん、聞きにくいんですけど、ここに300万紙袋に入れて置いてましたよね。それがなくなったんです。お母さんご存知ないですか？300万？ああ、あれなら今、買い物に使ってきたわよ。と言って、空っぽの封筒を私たちに見せた。母さん、なんでそんな勝手なことするんだよ。あれは俺とマチコが15年かけて貯めたお金なんだぞ。あら、ごめんなさい。ここに置いてあったから、てっきり使っていいものだと思ったのよね。こんなところに無防備に置いてる方が悪いんじゃなくて？どうせ、マチコさんが遊ぶお金でしょ？何か欲しいものでもあったのかしら。やはり義母だったのか。私と夫が家を建てる貯金とはまた別に始めた貯金。正直、貯金は大変だった。私も夫も欲しいものは我慢してコツコツと貯めてきたものだった。もしかして、その紙袋。私は義母が持っている大きなブランドの紙袋を指さした。嫌な予感がした。ええ、おかげで大好きなバッグに財布、香水まで買っちゃったわ。でもあれ、使っちゃいけなかったのね。悪かったわね。悪気はなかったのよ。ふふふ。義母はすっからかんになった封筒だけを私に返した。義母は不気味な意味を浮かべていた。そんな意味が急に凍りつくことになる。この300万、お母さんとお父さんのために貯めてたんですよ。涙で情景が歪んで見える。一生懸命貯めたお金があっさりとブランド物に使われるなんて、一瞬でなくなってしまうなんて。はあ？私とお父さん、何それ？その時、ピンポーンとチャイムが鳴った。そこにはルイがある男性を連れてやってきた。こんにちは、マチコ。連れてきたわよ。ルイちゃん、実は、状況が変わってしまって。玄関で喋るのもなんだから、とりあえず入ってもらえ。そうね。ルイと男性の突然の訪問に、義母はびっくりしている。お父さんのホームの入居金の300万なんだけど、急に用意できなくなっちゃって。その言葉に一番反応したのは義母である。ちょっとマチコさん、どういうこと？お父さんのホーム？私は義母に説明した。私と夫はもうすぐマイホームを建ててこの実家を去る。そうなると、また義母が岐阜の介助をすることになる。確かに、岐阜はいい人だけど、自分のことを認知してもらえないままに介助をするのは予想を超えて辛いことだろう。それは介護をしていてそう感じた。私は岐阜に認知されていたし、お礼の言葉もたくさんくれたから頑張れたけれど、ヘルパーと入力されてしまっている義母にはねぎらいの言葉もない。私は岐阜に相談した。そして岐阜が、マチコさん、ホームに入れてくれないか。と言ったのだ。岐阜の認知症はまだらで、時折頭がクリアになることがある。そんな時、自分の義母への態度で義母がとても苦しんでいるのを見るのがとても辛い。自分は老人ホームに入りたい。そう言っていた。私は市役所で福祉高齢化で働いているメイにずっと相談していたのだ。それでメイは、いいホームを探してあげると言って、人脈を駆使して岐阜に合う高級なホームを紹介してくれた。ただそこに入るには300万が必要だった。私たち夫婦は自分たちばかりがマイホームを喜ぶのは間違っていると考え、義母の生活が楽になるようにと、マイホームの貯金とは別に少しずつ岐阜のホーム入居のお金を貯めていたのだ。そして今日、メイがそのホームの方を訪問してくれるということで、そこで入居金を渡すことになっていた。すべてを聞いた義母は、私のためとつぶやくと凍りついた。そして買ってきたブランドバッグなどが入った紙袋から手を外し、ふらふらと部屋に帰っていった。メイちゃんごめん、300万が消えちゃったんだ。メイも義母のそそくさと去っていく姿を見て、義母が使ってしまったと察したようだ。大丈夫だよ。一時金はローンにもできるし、申請すれば福祉課からちょっとは寄付が出るはずだから。メイさん、本当にありがとう。申し訳ない、うちの母が。せっかくホームの人も来てくれてることだし、お父さんに会わせてもらおうかな。いいかな。もちろんと言って、メイとホームの方を岐阜の部屋に通した。岐阜は待ちわびていたようだ。いらっしゃいませ。待ってましたよ。今回は素敵なホームを紹介してくださって、本当にありがとうございます。岐阜は本当に認知症なのかと疑うほどに時々しっかりしたことを言う。私は今すぐにでも入居したいんですが。ええ、もちろん用意できてますよ。私はメイをつついた。すぐ入居ってお金が。大丈夫。一時金も送らせられるから、寄付を受けてローン組んでもいいのよ。夫は、せっかく父さんが気に入ったホームだ。なんとかして入れてあげたい。メイちゃん、本当に迷惑をおかけしてすみません。夫は深々と頭を下げた。岐阜の引っ越しは次の日曜と決まり、メイとホームの方は帰っていった。それと同時に義母がとぼとぼと部屋から出てきた。本当にごめんなさい。まさかあなたたちがそんなに私のことを考えてくれていたなんて思いもよらなかったの。マチコさん、いつもいびってばかりでごめんなさい。悪かったわ。この通り許して。お父さんは日曜日にホームに入ることになりました。お父さんの意思です。これ以上お母さんに迷惑かけたくないと言っていました。義母は泣き出した。ホームの方には一時金は少し待ってもらうことと、ローンを組んで少しずつ払うことで入居許可をいただきました。母さん、俺たちも来週にはここを出ていくよ。これで晴れて自由の身だよ。義母は泣きながらブランドの袋を持って家を飛び出した。私と夫は顔を見つめ合い、これでよかったんだ。また頑張ればいい。と言い合った。しばらくして義母が帰ってきた。すごく息切れをしている。そしてこれと私に100万の札束を手渡した。どうしたんですか、これ。今、ブランド物を質屋に入れてきたの。3分の1にしかならなかったけど。夫は100万の束を受け取った。これ、ホームの一時金にするよ。母さん、いつもマシコに全てを押し付けて、いびりまくってたからこういうことになったんだよ。義母はガクッと肩を落とし、ごめんなさい、と小さな声でつぶやいた。こうして義父は無事、自分の気に入ったホームに入ることができ、私たちも無事、マイホームに引っ越すことができた。義母は悲願の一人暮らしになったのだが、どうやら寂しくて、前のように外に出ていく元気もないようだ。義父の存在は大変ではあったけれど、義母にとっては張り合いにつながるものだったのかもしれない。でもこれも義母が選んだことだから、寂しい義母は週に何回か義父のところに行っているようだ。亡くして初めて気づくこともある。とはこのことかもしれない。私は今、新居で夫とお腹の子供と3人で暮らしている。もうすぐ私も育休に入る。新しい家は子供が3人生まれても大丈夫なように、3つの子供部屋も用意している。私は今、大きなお腹を触りながら、幸せをかみしめている。私が悪いと思っているなら、あなたも食べてみなさいよ。私は、姑が差し入れにと持ってきたまんじゅうを吐き捨てて、そう言った。夫がまんじゅうを口にすると、うわっと叫び、トイレに駆け込んだ。そのまんじゅうには、姑から私への最大の嫌がらせがされていたのである。姑から嫌われていることは分かっていたが、まさかここまでの嫌がらせをするなんて。私は悲しくなり、何も言い出せずにいると、姑を誰よりも怒ってくれて、私の味方になってくれたのは、思いがけないあの人だった。私は、東京で雑誌の副編集長として働く30歳のミチ。高校生の頃に、コンビニで何気に手に取った雑誌を見て、面白い、なんてわかりやすいんだろう、と心が躍らされて、雑誌の編集長になるのが夢になった。高校卒業後は大学に進学し、何冊もの雑誌を買い集めては、グルメについて勉強をし、度重なる面接を受けた後に、大手出版社に内定をもらい、東京で美味しいご飯屋さんを紹介している雑誌の担当を任されることになった。その後も順調に仕事をこなし、昨年、副編集長へも抜擢され、バリバリのキャリアウーマンとして働いている。雑誌の企画で、東京都内の有名レストランに取材に行った時の取材先で、レストランで料理長をしていた夫と出会い、仕事にとにかく一生懸命な姿勢と素直で穏やかな性格に惹かれ結婚した。初めて夫の両親にご挨拶に行った時、はじめまして、みちと言います。こちらがみちさん。東京で雑誌を作ってるんだぞ。すごいだろう。と、なぜか夫が自慢げに言う。あら、可愛くて素敵な子じゃない。雑誌を作ってるの？すごいわね。ぜひ私にも、みちさんが作った雑誌をまた見せてちょうだい。はい、ぜひ、また東京案内もさせてください。と笑顔で答えた。夫の両親はブドウ農家をしており、田舎に暮らしている。義両親はブドウをたくさん届けてくれて、私はそのブドウが大好きだった。私はお返しにと、自分が作った雑誌を送ったりして、義両親との関係も良好だ。夫もゆくゆくはブドウ農家を継ぐ予定だそうだ。夫は料理が好きなので、将来的にはブドウ農家を継ぐのではなく、独立してお店をオープンしたいようだが、この日は久しぶりに義両親に会いに夫の実家に帰省していた。すると姑から「みちさん、いつ仕事を辞めてくれるのかしら。そろそろ私も年なんだから早くみちさんに手伝ってほしいわ」と言われた。私は今まで自分の仕事を応援してくれていると思っていたので、その発言には少し驚いてしまった。するとお父さんが「何言ってるんだ。結婚当初からみちさんは編集長になるのが夢と言っていたじゃないか。そうは言っても女がずっとバリバリ仕事を続けてもね。お母さん、申し訳ないのですが、最近やっと副編集長にも昇格して夢に一歩近づいたところなんです。あら、私のお願いはそっちのけで自分の夢を優先するの？それは。私は言葉を失ってしまった。おい、ユキコ、せっかくみちさんの仕事が軌道に乗り始めたんだから、あまり無理を言うな。困ってるじゃないか。と私をかばってくれたが、夫は人ごとのように鼻歌を歌いながらテレビを見ている。いやね、冗談よ。と笑ったが、本心なのではと思った。姑は小さい頃から地方で暮らしており、都会にはほとんど出たことがないらしい。主婦業の傍ら、お父さんのぶどう農家を手伝っているのだが、都会でバリバリ仕事をし、ぶどう農家を手伝わない私のことが気に食わないようだった。夫はというと、一人っ子で散々甘やかされて育ったのだろう。お母さんの言うことは絶対で、何でも母親に相談したがる、いわゆる隠れマザコンだ。自分の嫁がこんなことを言われていても、話には入ってこない。次の日、私はいつも通り会社に出勤するため、駅に向かって歩いていた。すると突然、キキー、バンと激しい衝撃音が鳴った。私は信号を無視して、猛スピードを出していた車に跳ねられたのだ。すぐさま救急車で運ばれた。目を覚ますと、私は病院にいた。せっかく昨年やっとの思いで副編集長になったばかりなのに、私は半身不随となったのだ。夫は毎日のようにお見舞いに来てくれる。みち、体調はどうだ？ええ、大丈夫よ。何でも手伝うから、困ったことがあれば言ってくれよ。ありがとう。でも、仕事に戻れるかが心配だわ。みちなら大丈夫だよ。とにかく今は仕事より自分の体を大切にな。それに万が一、仕事に復帰できなくても、俺の実家の田舎に帰ろう。テレワークでもしながらゆっくり暮らしていけばいいじゃないか。と言ってくれた。夫が私の仕事のことも体のことも気遣ってくれて嬉しく、リハビリも頑張れたものだ。後日、岐阜はお見舞いに来てくれたが、姑の姿はなかった。みちさん大変だったね。せっかく副編集長になったのに。辛いだろうが、僕らに何かできることがあれば言ってくれよ。お父さん、遠くからわざわざお越しいただきありがとうございます。今日お母さんは？ユキコはなんだか体調が優れないみたいでね。今日は遠慮しておくそうだ。と言った。お父さんが帰り、ベッドで寝ていると、姑から着信があった。みちさん、今日は行けなくてごめんなさいね。いえ、お母さんも体調が悪いそうですが、お体大丈夫でしょうか？え、大丈夫よ。それよりもみちさん、雑誌のお仕事はもうできないかもしれないけど、農作業は検品や出荷のお手伝いくらいはできると思うのだけど、田舎に戻ってきたら、私も息子の近くに住みたいのよ。まだキャリアを諦めたくないので、こっちで頑張りたいと思っているんですけど、と告げると、その体で何ができるのよ。まだそんなことを言っているの。せっかく全然使えない嫁でも、息子の嫁だからと優しく声をかけてあげたのに。と、驚きの言葉が返ってきた。私は、事故でそれでなくても、昇進中なのにひどい言葉を言う姑に恐怖すら覚えた。それからというもの、姑からは毎日のように電話が来て、その度に、早く戻ってきなさい、恩知らずが、と嫌味を言い、催促するようになった。耐えかねた私は、夫にとうとう相談することにした。母さんがそんなことを。ええ、今こんな状態だし、ちょっとしんどくて。分かった。ただ、母さんもちょっと寂しいだけだと思うんだ。寂しければ何でも言っていいの？それに私だけじゃなくて、あなたも本当は田舎に戻りたくないんでしょ？そうだけど、母さんが寂しがるから、俺も帰りたくないって言えないんだよ。なんて頼りがいのない夫だと、私ははーっと思わずため息が出た。しかし、夫が、ただ軽くだけどちゃんと伝えてみるよ、と言ったので任せることにした。それからというもの、姑からの電話は少し減ったので、夫が何か伝えてくれたのであろうと安心していた。そんな安心もつかの間、姑が私の夫とお父さんを連れてお見舞いにやってきたのだが、みちさん、なかなかお見舞いに行けなくてごめんなさいね。ちょっと農家の方が忙しくてね。ほら、私も年でしょ、なかなかね。と何か言いたけだ。そうですね。遠いのにわざわざ来ていただきありがとうございます。東京は観光されましたか？ゆうきさんのレストランのお料理もとても美味しいですよ。よかったら今度一緒に行きませんか？と話題をそらそうとしたのだが、都会は苦手なのよ。都会で観光なんて疲れるだけだもの。やめておくわ。それにゆうきもいずれは農家を継ぐのに何やってるんだか。5年だけ自分がしたいことをしたいと言うから上京させたのに、全然帰っても来ない。田舎の方がゆったりしてて、のんびり暮らせるのに。ねえ、みちさん。そう言って、私が東京で働いていることにも、勇気がなかなか実家の農家を継がないことにも嫌気がさしているようだった。また母さんはそんなことばっかり言って、いつかは戻るよ。もう少し待っててくれ。と嘆いた。そうだぞ、母さん。みちさんは事故に遭ったばかりだ。今はそんな話どうでもいいだろう。と言ってくれた。なんとか話題もそれて、その後は勇気のレストランの話や、最近の芸能ニュースや、ご近所の話など、4人でたわいもない話をし、場が和み始めた頃、みちさん、ちょっと売店で何か買ってくるよ。と席を立った。夫も、父さん付き合うよ。と一緒に部屋を後にし、私と姑の2人きりとなった。すると突然姑が、そういえば、電話で何度か伝えたこと考えてくれたかしら？農作業を手伝う話でしょうか。それ以外何があるのよ。先ほどまでとは打って変わって強気な態度だ。ゆうきさんから何か聞いてませんか？まだゆうきさんも私も東京で頑張りたいと思っているのですが。ええ、聞いたわよ。ゆうきのことも丸め込んで本当に嫌な嫁ね。姑は夫と義父がいないことをいいことに、饒舌に私への嫌味を言い始めた。それに、あなたその体で何をするつもり？会社もあなたみたいな役立たず、戦力と思っていないわよね。会社でも役立たずな嫁を、大事な息子の嫁だからと私の優しさで、なんとか農作業では使ってあげると言っているのに。そんなことを言わないでください。私もこうなりたくて入院しているわけではないのですが。第一、あんなに東京で働き続けることを反対したのに、私の言うことを聞かないからそんな事故に遭うのよ。自業自得だわ。こんな嫁で、勇気もかわいそうに。と続けた。それ以上はもうやめてください。と少し大きな声で言った。何を偉そうに。と露骨に嫌そうな顔をする。本当に。勇気もこんな人の何がいいんだか。まあいいわ。今日はもう帰るわ。と姑は足早に部屋を後にした。夫とお父さんが戻ったのだが、そこには姑の姿はない。あれ？母さんは？もう帰るそうよ。あれ、そうなのか。なんだかバタバタと帰宅してすまないね。いえいえ、お気になさらないでください。今日はありがとうございました。この日から私は必要に嫌味を言ってくる姑に対するモヤモヤな気持ちが大きくなりつつあった。また後日いつも通り、お父さんと夫とお母さんがお見舞いに来てくれたのだが、この日は珍しくお母さんが差し入れを持ってきた。この前はバタバタ帰宅してごめんなさいね。これはそのお詫びなんだけど、よかったら食べてちょうだい。とよもぎまんじゅうをくれた。ホットと岐阜の前だからだろう。いつもより優しい口調で私に話した。ありがとうございます。いただきます。姑がくれたよもぎまんじゅうを口にした瞬間、ガリッと変な音が鳴った。私はすぐさままんじゅうを吐き捨てた。まんじゅうを見るとなんとそこには、信じられないものが入っていたのだ。せっかく母さんが差し入れに持ってきたのに、何してるんだ、母さんに謝れと夫は私を怒った。私が悪いと思うなら、あなたも食べてみなさいよ。夫は、なんだよとまんじゅうを口に入れた。姑は、はっという顔をして、焦っていたのを私は見逃さなかった。そして、夫がまんじゅうを口に入れると、うわー！と叫び、トイレに駆け込んだ。実はそのよもぎまんじゅうには、ゴキブリが入っていたのである。お母さん、これは偶然入ったわけではないですよね。と聞く。うん。姑は何も答えなかった。何も答えない姑の代わりに、まんじゅうに入っていたものを私が説明をする。大きなゴキブリが入ってましたよ。まさか偶然、まんじゅうに大きな虫が入るわけないですよね。なんだと、とお父さんは、まさか自分の妻が、と驚いている。そう、実はお母さんがよもぎまんじゅうにわざとゴキブリを入れて私に食べさせようとしたのだ。どのまんじゅうをとってもゴキブリが入っているように、なんとすべてのまんじゅうにゴキブリを入れておくほどの徹底ぶりだ。そこまで私は嫌われるようなことをしていたのだろうかと悲しくなる。夫はというとゴキブリを食べてしまったショックから抜け出せず放心状態になっている。本当に情けない夫だ。そんな中、一番に口を開いたのはお父さんだった。ユキコ、本当にそんなことをしたのかと冷静な態度で聞く。ええ、そうよ。別にいいじゃない。全部は食べなかったんだし。それに、雑誌なんて毎回送りつけてきて迷惑なのよ。全部破いて捨ててやったわよ。と言った。なんてことをしたんだ。お父さんは心底驚いている。何よ。最近ミチさんが私に生意気ばかり言うんだもの。ちょっとした嫌がらせよ。私が渡していた雑誌、捨てていたのですか。嫌がらせで済まされるレベルではないと思うのですが。と言った。しかし、姑はまだ逆上しながら続ける。それに、入院中って言うけど、あんなに東京で働かずに、ぶどう農家を手伝ってと言っているのに、言うことを聞かないからよ。通勤中の事故だなんて自業自得だわ。それに半身不随だなんて、もう農作業もほとんどできないじゃない。本当に役立たずなんだから。と、辛辣な言葉で私を罵倒し続けた。私は、お母さんのあまりにもひどい言葉に涙が溢れ出た。すると、誰よりも姑のことを叱り、怒ってくれたのは夫でもなく、お父さんだった。ユキコ、それくらいにしときなさい。そんなみっともない姿を息子とミチさんの前で見せるんじゃない。ミチさんは半身不随で入院中なんだぞ。それにミチさんが一生懸命に作った雑誌を捨てただと。なんでそんなことができるんだ。普段無口なお父さんの怒鳴り声に姑と夫の体がビクッと動いた。普段温厚なお父さんの怒鳴り声にその場にいた者全員が凍りついた。お父さんはいつも冷静に物事を考えるタイプで、気性が荒くなることもないので、怒鳴ったり怒ったりしたことはほとんどないと夫から聞いていたので、まさかここまで私のために声を荒げて怒ってくれるとは思わなかった。だって、とまだ何か言いたげな姑に対して、お父さんは、今回の件は絶対にやってはいけないことだ。嫌がらせの域を超えている。それに農作業を手伝ってほしいだと誰がそんなことを頼んだ。俺は息子にももちろんミチさんにも自分たちで決めた道を歩んでほしいと思っている。それにミチさんのようにちゃんと自分の意思で夢を叶えようとしていることは素晴らしいことじゃないか。誰が何と言おうと立派なことだ。と言った。私はお父さんが私のこと、夫のこと、私の仕事のことすべてを理解してくれていて褒めてくれたことが本当に嬉しくて、また涙があふれた。そして今までずっと黙っていた夫もやっと口を開いた。みち、本当は僕がみちの一番の味方をしてやるべきなのに、いつも母さんの言いなりになっていた。母さんの嫌がらせにも気づかず、みちが苦しんでいることに気づけなかった。本当にごめん。そう言って、夫は私に謝罪をした。私の方こそ、一人で抱え込まずに、もう少しあなたを頼ればよかったわね。それと、まんじゅうにゴキブリが入れられているのを知りながら、食べてみてと言ってごめんなさいね。勇気、お前もお前だ。料理人を続けたいなら、もっと自分の意見を言え。母さんの言葉がいつも正しいとは限らない。みちさんのことをもう少しちゃんと考えてやってくれ。それと、みちさんは何も悪くない。誰にも謝らないでいい。私も妻と一緒にいながら、妻が嫌がらせをしていると気づかず、本当にすまなかった。と、お父さんも私に謝罪をした。何よ、みんなして。と、今にも泣きそうな声でつぶやく。母さん、これ以上何かみちに言うなら、僕はもう母さんとは縁を切るよ。これ以上、みちを傷つけることは絶対に許さない。と、強く怒った。夫がお母さんに反抗しているところを見たのは、この日が初めてだった。お父さんと夫にこっぴどく叱られて、大好きな息子に縁を切るとまで言われた姑はとうとう泣き出した。泣きたいのは私だと内心思ったが、ひとまず今日は帰らせてもらうよ。本当にすまなかった。と姑を連れて帰った。こうして怒涛の一日が終わったのだ。その後、夫はあの日を境に、私のリハビリにも欠かさず、一緒に付き合ってくれるようになり、私が好きなデザートを頻繁に買いに行ってくれたりと、私がリハビリがきつくて落ち込んでいると、相談に乗って励ましてくれるようになり、今まで以上に私に優しくするようになった。夫も今までの自分の見て見ぬふりの態度と情けないところを反省したようだった。また私はというと、半身不随となり、仕事復帰できないのではと落ち込んでいると、夫が私の会社に直接掛け合ってくれたようで、テレワークで仕事を続けさせてもらえることになった。夫には感謝でいっぱいだ。姑はというと、私が退院するまでは一度も病院には来なかった。お父さんが私が回復するまでは会いたくないだろうと気を使ってくれていたらしい。退院当日、あの事件以来初めて姑がやってきた。なんとも申し訳なさそうな顔だった。今までの気の強い表情とは別人だ。みちさん、あの時は本当にごめんなさい。そう深々と頭を下げた。大好きな息子に絶縁されて、夫にもかなり叱られたようで、肩身が狭く暮らしているようだった。また姑が言うには、実は昔から都会に憧れていたが、田舎を出る勇気がなかったの。みちさんが東京で自分の夢を叶えながら働いているところを見て嫉妬してしまった。とのこと。それと、あなたが作った雑誌を破ってしまったこと、本当にごめんなさい。これであなたが許してくれるとは思わないけど、なんとか修復したの。と見せてきたものは、セロハンテープできっちり全てがつなぎ止められていた雑誌だった。お母さんは捨てたと言っていたが、まだ家のゴミ箱にはあったようで、事件後、すぐにお父さんがゴミ箱から雑誌の切れ端を探し集めて、お母さんにつなぎ止めるように言ってくれたそうだ。本当にお父さんの優しさには頭が上がらない。すぐに許すことはできませんが、改めてゆうきさんのレストランに一緒に食事をしに行きませんか？もちろんよ。私なんかといいの？ゆうきも会ってくれるかしら。本当にごめんなさい。ともう一度深々と頭を下げた。姑からの謝罪は心からの謝罪のように感じたので、ゆうきさんにも私から話をしておきますよ。次こそちゃんと東京観光もしましょう。と言った。お母さんは何度もごめんなさいと言い続けた。やはり今までの嫌味な発言やあの事件のことは一生許すことができないが、大好きな夫と大好きなお父さんのためにも、家族で一から関係を修復しながら生きていこうと決めたのだ。